2021年度合格いたしました深谷のり子と申します。まず私が司法書士を目指したきっかけについてお話ししたいと思います。私は前職で法律関係の公務員をしていたんですけれども、その当時とある司法書士の先生にとてもお世話になっていました。私の働いていた地域は決して数字上は司法過疎地というわけではなかったんですけれども、事件を受任してくださる弁護士の先生や司法書士の先生は本当に少なくてですね、その先生のおかげでなんとか仕事が回っているという状況でした。その頃私は自分の働き方についてこのままでいいのかという思いもありました。というのも、せっかく法律を学んだのにもかかわらず、公務員という立場上はやはり公正であるということが求められますので、せっかく窓口に来庁したお客様に対してより良い方法があるのではないかと感じたとしても、アドバイスすることができなかったからです。綺麗な言葉で言うのであれば、その先生に憧れてという形にはなるんですけれども、実際は現実面もかなり考えまして、司法書士の将来性であったり、試験自体の難易度であったり、自分の年齢や今後独立しやすさはどれぐらいあるのか、また合格までどれぐらい費用がかかり、合格後金銭面は確保されるのであろうか、そういったことをいろいろと調べてみました。その調べた結果、相続登記の義務化であったり、仕事をしている上で感じた専門職後見人の不足、そういったことから、司法書士の将来性、また自分の持っている知識が活かせる、そういった仕事に魅力を感じて司法書士試験を挑戦することを決めました。次に、なぜ予備校に通おうと思ったかについてお話しさせていただきます。私が予備校を選んだのは、とにかく勉強に集中したかったからというのが理由です。司法書士試験に限らず、資格試験においては、出題傾向や出題予想など多くの情報を仕入れるのが大変重要になってくると思います。特に法律が試験科目になっているので、法律自体の改正情報や、また各種通達、先例など業界のタイムリーな情報を絶えず入手し、その中から本試験に必要な情報を取捨選択してくる必要があると思います。しかし勉強と同時に並行するという形で、その情報を受験生自体が行うというのは大変難しく、かなり骨の折れる作業だと思います。また司法書士試験は年に一度しかなく、科目も多く、勉強のメリハリをつけるということがとても難しいです。また本試験日において自分の一番いい状態で挑めるようにスケジュール管理をすることも非常に難しいです。どの時期にどの科目を勉強すべきで、一つの科目の中で、いつまでにどの程度の理解が必要であって、どのくらいの勉強の進度で進めばいいのかなど、初学者の私には全く判別がつきませんでした。このように情報の取捨選択やスケジュールの作成、これらの2点を予備校というプロにお任せすることによって、言うなれば時間と労力をお金で買えるのであれば、その方が効率的だと私は考えて、初めから独学でという選択肢はありませんでした。もちろんマイペースに勉強する方や、自分の得て不得てはあると思いますので、そういった点を自己分析した上で独学か予備校を選択するかは選ぶべきだと思います。続いて、予備校を通うとなった上で、その中でなぜ伊藤塾を選んだかというお話をさせていただきます。まず最初、私が思い浮かべたのは、法律の勉強といえば伊藤塾というイメージがあったからです。また伊藤塾の講座は、自分のレベルに合わせてどの講座を取ればいいのかというレベルの選択が非常に分かりやすくなっています。そして同じ勉強のレベルであっても複数の講座があって、自分に合わせた講師を選ぶこともできます。さらに普段の講座と直前期の講座が分かれているので、自分の勉強の進度や状況に合わせた講座をカスタマイズして取ることができます。また価格も非常にお手頃だと感じておりますし、
時期によっては割引などもあって非常に受けやすい価格になっているのではないかと私は考えました。私が取った講座はアドバンス講座という講座になるんですけれども、その講座の特徴や良かったことについてお話しさせていただきます。まず第一に良かった点としましては、45分というコンパクトな時間設定になっているので、集中力が保ちやすく、だれずに受講できるという点があります。また、ウェブ用に撮影されている講座ですので、講師がメモの時間など空白の時間を取ることがなく、45分無駄な時間がなく講座を受講することができるという点があります。また、講師が論点ごとに例題を紹介してくれるので、テキストを読んで分かったはずなのに、問題をいざ見てみると何を言っているのか分からないということがなかったことがとても良かった点になります。また、アドバンス講座のテキストは図表を多用しており、とても見やすいテキストで自分でまとめノートなどを作成する必要がなく、とても助かりました。特に私は図表を思い出す訓練をしながら勉強をするという形で学習を進めていたので非常に便利でした。アドバンス講座のみならず他の伊藤塾の講師とても良かったことがありましたのでご紹介させていただきます。伊藤塾の講師陣はとてもアメとムチの使い方が本当にお上手だなと思っています。小山講師の講座ではブレイクタイムにお話をいつもしていただけるんですけれども、そのお話を楽しみに毎回講義を受講しておりましたし、宇津木講師の受かるべき時に必ず受かるというお言葉には本当に励まされました。記述式の演習中に間違えた時に、こんな問題解けるわけないじゃんと拗ねた気持ちになると、山村講師がすかさず、難しいけどこのレベルだったら合格者は絶対取ってきますよとぐさりと指摘する、少々厳しいお言葉だったかなと思いますけれども、実際そうだったなと合格後の今痛感しています。宇津木講師のお話で印象的だったのはモチベーションのお話と、勉強を中途半端に手を出してはいけないという注意のお話です。モチベーションについてはとにかく習慣づけて勉強するようにというお話がありました。毎日勉強を続けていると、わからないことや集中できない自分に対して、苛立ってしまったりして、勉強がとても嫌になることが私にもありました。そんな時に、たまたまやる気は錯覚というウェブの記事を目にしました。その記事によりますと、やる気は起きるものではなくって、行動に伴って湧いてくるもの、やる気があるように錯覚するというような記事でした。科学的に正しいのかどうかは私には分かりませんが、その記事と宇津木講師の、とにかくやるんだというお話から、とにかくやる気がなくてもモチベーションがなくても勉強しなければという意識になることができました。中途半端に手を出してはいけないというお話は、いわゆるマイナー論点というようなお話でした。知っているような気がするけどどうだったかなというような中途半端でうろ覚えの知識が本試験の時にはとても足を引っ張ります。やるならやる、やらないならやらないとバッサリ切れ捨てる勇気も大切というお話でした。確かに中途半端な知識を持っていると解けそうな気がしてしまって、問題を解くのに時間をかけてしまって、時間をロスしてしまいますし、結局確信を持って選択肢を選ぶことができるかと言われると、そういうことはできませんので、得点につながる可能性は非常に低いです。私も実際に講師がやらなくてもいいと思いますと言われた論点何箇所か全く手をつけずに本試験に挑みましたが、結果合格しているので、やらない勇気というのも必要だなというふうに思っています。役に立った勉強法、工夫した勉強法についても少しお話しさせていただきます。私は目で見て、視覚で覚えるといったような癖があるので、アドバンステキストの図表や、間違いノートを色分けして作って、思い出すきっかけを多く作るということを工夫していました。
また講師の余談も思い出しの役に立ちますので、早送りせずに聞いていました。知識に全く直結するというわけではないけれども、解く上で役に立つということも多いので、気になった講師の雑談もメモをしておくといいと思います。例えば申請書に書く情報は、まあ、常に最新の情報なのでというような趣旨のお話があったんですけれども、この余談を覚えておいたおかげで、私は本試験の不動産登記法の記述で、まあ、住所変更と名称変更を一括申請できることに気づき、漠ずれせずに回答することができました。これも合格につながっていたと思います。合格のために大切なことについてお話しさせていただきます。こうして晴れて試験に合格して、まあ、同期と話をしてみると、まあ、合格のために共通するのは、とにかく予備校を信じて諦めずに勉強に専念することだなというふうに思います。最初に予備校を利用する理由についてはお話しさせていただきましたが、自分の意思で予備校を選択している以上は、とにかく信じてやり抜くしかありません。1年に一度の試験というと、準備期間はたくさんあるように思われるかもしれませんが、実際はそんなことは全くありません。直前期は時間が足りなくて本当に大変ですので、いちいち勉強の仕方で迷っている時間はありません。ぜひ自分に合った講座を見つけて、その講師を信じ、また自分も信じて合格をつかみ取ってほしいです。最後に、これから勉強をされる方に対してメッセージを送ります。こうして合格した今、受験勉強していた時に考えていたよりもずっと司法書士という資格がとても魅力的だと感じています。一生使える国家資格を手にして、これから歩む司法書士人生のことを考えるととてもワクワクしますし、自分の努力でつかみ取った資格を持っているということはとても心強いです。正直な話、公務員として働いていた時は、社会が公務員に対して有する安定というイメージに反してとても不安定でした。職歴を民間企業で生かすことはできませんので、何かがあって職を辞さなければならないとなった時に、もう後がないのかもしれないというような不安な気持ちでいっぱいでしたし、誰にでもできる仕事だと言われることも多かったです。そんな中で司法書士はこれからの将来性もあり、また自分の知識を生かして自分にしかできない仕事をすることができます。これからの時代を生きていくための強い味方にもなってくれます。ぜひいろんな方にチャレンジしていただきたいです。